はい、皆さんこんにちは、まさあかです。今回はシャインマスカットを親がたくさんくれたので、シャインマスカットを使ったスイーツを作ろうと思います。と、私も旦那さんもチーズケーキが大好きなので、シャインマスカットのレアチーズケーキを作りたいと思います。それでは早速スタート。はい、ではそれでは作っていきましょう。まずチーズケーキの土台となるビスケット生地から作っていきます。家にチョイスがあったので、そのチョイスを 100g 袋に入れて砕いていきます。何のビスケットでもいいんですけど、個人的にチョイスが好きなので家にあるものを使いました。なんか砕く作業楽しくて、いつも結構好きです。こういう風に念入りに砕きます。で、バター 50g を袋の中に入れちゃって、で、袋ごと混ぜ混ぜします。なんですけど、なんか砕く力が強すぎて袋が破れて脱線しちゃったので、急遽ボウルに入れました。気を取り直して混ぜます。しかもバターがなんかさっき袋破れた時にこぼれてしまったので、ちょっとまた追加しました。で、15センチの5号型で底取れるタイプのセルクルっていうのかな、にしっとりしたビスケットを敷き詰めていきます。結構ギュギュと固く固める感じで入れてください。はい、こんな感じ。そしたらお水が大さじ2、ゼラチンを 5g 入れて、ゼラチンをちょっとふやかしておきます。ボウルにクリームチーズ1箱ですね、 200g を入れます。クリームチーズはちょっと常温にしとくと混ぜやすいので常温にしてあります。で、砂糖を 50g を加えてしっかりと混ぜます。ちょっと常温に戻しておいたはずなんですけど、ちょっと硬かったみたいなので、もうちょっと戻してもよかったかもしれない。そしたらプレーンの砂糖入ってないヨーグルトをだいたい大さじ3ぐらい入れます。入れたら混ぜて、そしたらレモン汁を大さじ1ぐらい入れます。そしたら溶かしておいたゼラチンも入れちゃいます。そしたら生クリームを 200g 入れて、とろみがつくまで泡立てます。本当は現状のミキサーだった方が早いんですけど、ミキサーないので手動で頑張りました。なんかとろくて30分ぐらいかかりましたね。これ早回しなんです。で、ちょっともったりしたらもう OK なので、そしたらさっきのクリームチーズの生地に生クリームを入れて合わせます。で、合わせたからももう一回しっかり混ぜて、結構固まるぐらいまで混ぜます。しっかり混ぜるとふわふわのクルクルになるので、これ頑張ってやりました。そしたらクッキー生地の中に混ぜ合わせたものを入れ込んで、もうこういうふわふわでプルプルで、もう今でも美味しそう。冷蔵庫でだいたい1時間ぐらいかな。で、その間にシャインマスカット準備しちゃいます。
なんか親がくれたシャインマスカットはなぜか丸亀のテイクアウトの容器に入ってて、なんか面白いですよね。なのでそのまま使っちゃいました。で、お水で洗ってブドウを房から取っておきます。こんな感じ。そしたら一粒だけ残して全部半分にカットしました。本当は丸々一粒ずつ使いたかったんですけど、ちょっと足りなかったので、で、ゼラチン 5g に水 50g 入れて、レモン汁を大さじ2入れて、で、砂糖 20g と白ワイン 50cc 入れて、火にかけておきます。それで冷蔵庫で冷やしておいたレアチーズケーキを取り出して、半分に切ったシャインマスカットを並べていきます。で、2列目は、1列目にちょっと重なるように並べるとなんか綺麗に見えるので、どんどん重ねて、で、最後一粒乗っけて微調整で、加熱してたゼラチン液がちょっと熱いので、そのままかけちゃうとチーズケーキが溶けちゃうので、氷水で冷やしてから茶こしでこしてチーズケーキの上にかけていきます。冷蔵庫で3時間以上冷やしてください。で、冷やしたのがこちらです。で、結構なんか外そうと思ったら外せなかったので、温めたタオルを周りに当てて型抜きしていきます。しかもなんかこの外し方が分かんなくって、タンブラーみたいな水筒の上に乗っけて下に押したらうまいこといきました。よかった。はい、シャインマスカットのレアチーズケーキ完成です。初めて作ったんですけど、いい感じにできてよかったです。で、切り分けて旦那といただきたいと思います。明日にしたらもうウェーブだし、明日にしたらウェーブだし、ねえ。